皆さんこんにちは。プラナフォレストチャンネルの東エマです。一つ前の動画で工事の存在からインスピレーションを受け取るためにみたいなことをテーマにお話ししたんですけれども、今回は、そのことに対してもう少し具体的にお話をしていきたいと思います。今ね、特にこの2020年はこの先どうなっていくのかとか、自分の将来に対する不安を感じている人っていうのがとても多いと思うんですよね。で、私ももう漠然とした不安を昔から結構感じるタイプだったんですよね。で、私の場合は健康にまつわる恐怖とか、なんか病気をすることとか、その病気で苦しい思いをするとか、そういうことに対する恐怖とかブロックがとても強かったんですよね。だからやっぱり自分の免疫力を上げることとか、風邪をひかない、病院に行かなくてもいい体づくりをするっていうことが割と若い頃からのテーマだったんですけども、内側に起きてくる不安っていうのは結局自分自身とつながっていない、言い方を変えると外の世界の影響を受けすぎている、外から入ってくる情報にマインドが忙しく動きすぎるっていうことですよね。で、これは今この瞬間とつながっていない、意識が常に先に向かって、そして未来にもしかしたら起きるかもしれない、もしかしたら起きないかもしれないっていうことに心を忙しくして、でその結果不安っていうのがこう募ってくるわけですよね。もちろんいろんなことに対して心配しすぎる性質の人とか、あともともと神経質とか、そういった生まれ持ったね性質っていうのはもちろんあるんですよね。で、周りから見ると、え、あなた大丈夫っていうようなこう心配をしてしまうような人でも、本人は至ってこう普通にしていて何もこう不安を感じていないみたいなね。これはやっぱり性質にもよるんですけど、基本的にその周りから心配されるような状況にいても至って落ち着いたマインドの人って、意識が未来じゃなくて今とつながっていて、で物事の判断基準とかがやっぱり自分軸を保てているんですよね。だからそんなに必要以上に不安を感じないというか、これは環境に恵まれているからとかそうでないからっていうのはあまり関係なくて、お金持ちで周りから見るとすごく安定して幸せに見えるような人でも、その人の性質とか考え方とかのパターンによっては、この今持っている豊かさを失ったらどうしようとか、あとそうですね、今自分が持っている立場、そして人間関係、何でもいいんですけども、そういったものを自分がこう保てなくなったらどうなるだろうとか、そういった先に起きるか起きないかわからないことにこう意識を向けてしまう、そういう人はいると思うんですよね。で、そういう時におすすめなワークがあって、すごくこれシンプルなんですけど効果的なんですよね。で、それは何かというと、ノートに自分の不安とかを書き出していくこと。で、これはね、対話方式で行っていくんですよね。で、対話相手はもう一人の自分っていう風に仮定していきます。で、小さな自己、自分自身ですね、思考とかエゴでマインドを忙しくしている自分自身に対して対話しているのは、その不安に対してアドバイスをくれるもう一人の自分という存在ですね。つまり書き出した不安感を解消するためのアイデアを提供してくれる存在。
で書き出していくことは人間関係であったり、あと経済的な不安であったりとか、現状に対する不満とかでもいいんですよね。何でもいいんです。それをただ心が赴くままにノートに書いていく。で、対話相手は、でもそういうふうに考えるけど、実はこういうふうに周りは思っているんじゃない？とか、そういう失うかもしれないっていう不安っていうのは、一体あなたのどの部分から来ているの？っていうふうに、こう、対話を投げかけてくる。そんな感じですね。例えば、こう、人前に出るのがすごく不安に感じるとか、そういう場合は、人が多いところに行ったり人前に立つことに不安を感じて落ち着いていられなくなるとか、ただ書くんですよね。そしたら、なんでそう感じるの？そしたら、みんなが自分を見ていて失敗をするのを待ち構えているように感じる。でも周りの人はみんなそれぞれのやることがあって、あなたにばかり注目はしていないよ、みたいな。で、そうするとだんだんこう自分一人でやってるんだけど、その対話アドバイスをくれる存在によって徐々にこう自分が内側に持っている不安感の出どころっていうのが少しずつですけどクリアになってくる。そしてクリアになってくると、さらに対話相手の自分自身がそれを解消するような具体的な言葉を提案してくれる。でね、これをしているとね、だんだんと高次元の存在とつながっていくんですよね。っていうのは、このワークをする始めた段階では気づいていないけれども、徐々にその対話相手っていうのは自分自身のハイヤーセルフであるっていうことが分かってくる。で、だんだんこのつながっていく自分自身とそのハイヤーセルフとの境界線っていうのが少しずつ薄くなっていくと、さっきよりも一気に高い次元からのこう言葉っていうか、もう少し高い視点で物事を見ていく感覚を経験するんですよね。で、そうなってくると、そんなことよりもそういった小さなエゴから来る不安を手放して、まずはリラックスすることを優先していけばいいっていうふうなこうメッセージが来る。で、リラックスする方法っていうのはみんなそれぞれ違うと思うんですよね。いろんな動画でお話ししていますけども、自分に合ったリラックスする方法、散歩するでもいいし、自然の近くに行くでもいいし、映画を見たり本を読んだり音楽を聴いたり、何でもいいと思うんですよね。で、そういうリラックスしている状態っていうのは、結局今この瞬間とつながっている、つながることができているから安心するんですよね。で、あまりにこうマインドが忙しく動き続けていて不安感を強く感じている場合っていうのは、なんかこうパッシブな、なんだろう、静かに瞑想するとか、こうノートに書き出すとか、そういうワークがちょっとしづらいと思うんですよね。なので最初は不安感が強い場合とか、マインドが忙しすぎるっていう時はアクティブな方法を取るといいと思うんですね。それがウォーキングであったり、あとはかなりアクティブなこうエクササイズとか、あとはそうですね、ヨガもそうですね。ヨガでもリラックス系よりはどっちかっていうとアクティブなもの、アシュタンガヨガとかね。もうその行いをすることが大変、一生懸命に取り組まないといけないからこそ、一瞬こう思考が手放せるような、それぐらいのこうアクティブなもので、これはもう経験してみないとわからないことなんですけども、例えば今言ったアシュタンガヨガの
ビギナークラスを受けに行くとか、今だと YouTube でもありますよね。そういう動画を見て練習するとするじゃないですか。そうするとこうアクティブに動く1時間あるいは1時間半のアクティブな練習をした後に仰向けになってシャバーサナ、こう手のひらを上に向けて足を長く伸ばしてリラックスする時間があるんですけども、そうするとマインドの動きがスーッと収まって安心感を内側で感じるっていう経験をすると思うんですよね。で、そうなった後、そういうアクティブな何かしらをした後に、それでもまだ内側にモヤモヤとか不安が残っていたら、そこからノートを使って自分の内側を書き出していくっていうワークをしていく。この体を動かす方法、そして思考を書き出す方法、これをね、そうですね、3日ぐらい続けるとかなり慢性的に不安感を感じている人っていうのは、それがね薄らいでいくのを感じると思います。で、自分自身のエゴから来る思考ですよね、そういった思考が外れていくことによって、さっきも言いましたけども、どんどん高い存在とつながっていって、で、いろんなアドバイスとかアイデアとかインスピレーション、直感を受け取ることができる。これは前回の動画でもお話ししたんですけれども、で、私も実際今年の7月に、なんかね、理由がよくわからない漠然とした強い不安感を感じていて、で、私も瞑想とかヨガの練習とか、あと自然の中に行ってとか、そんないろんなワークをして、そういうのを全部外していったんですけど、やっぱりね、不安感とかがあって意識が忙しく動いてる時ってね、いろんなことがうまく回らなくなって、またそれにストレスとか不安を感じるっていう、あんまり良くないパターンに入りやすいので、どこかのタイミングでその連鎖をね、取り除く、断ち切ることっていうのができればね、いいと思うんですよね。で、昨日私ちょっと瞑想中、瞑想の後かに、ノートに、私よくノート使っていろんなこと書くんですけども、書いてる時にちょっと工事の存在とつながって、そこでメッセージを受け取ったんですよね。それをちょっと今日シェアしていきたいなと思います。今ね、いろんな不安を抱えている人、そしてどこかに出かけたいけれどもそれが叶わなくてストレスを感じている人がいると思うけれども、もちろんまたそれが可能な時代はやってくる。世界はこれまでの歴史の中で何度もパンデミックを経験してきたけれど、常に乗り越えてきた。だから今の現状を見て不安を強くするのではなく、この現象は私たちにどんなメッセージを伝えているのかを理解し、宇宙の意志に沿った生き方、それはより自然でより持続可能な暮らしにシフトすること。人間だけがこの地球の住人であるかのような思い上がりやエゴを手放す、そして浄化すること。一人一人が個として、個人としてってことですよね。一人一人が個人としてどんな風に輝いていくことができるのかを、そのことについてしっかり自分自身の中に深く潜って答えを見つけていくこと。今はそのための時間がたっぷりある。今多くの人が感じている不安や焦りは、あなたたちよりもより高い周波数の場所にいる存在から、あなたたちの集合的無意識へ投げかけられた問いであり、あなたたちはそれを感情を通して受け取っている。特に2021年から大きく人生の流れが変わっていく人たちの中には、
そういった感情の動き、うねりを不安や焦りとして感じている。これはしっかりと向き合い、今後の生き方を、人生をどのようなものにしていきたいか明確にしていくタイミングであることを知らせている。今回のような危機的状況、ピンチは、今を見直し、これまでのやり方を変えていく破壊のエネルギーであり、再生のための大きなチャンスである。これまでのこと、持ち物、あり方に執着せずに、もっと流れに身を任せ、エネルギーを軽くしていく時に来ている、というメッセージでしたね。特にこの人間が自分たちのこう権利だけをね、主張して、環境とか人間以外の存在に対してエゴイスティックな関わり方を続けるのなら、その先には統合されて調和された未来っていうのはないですよっていうのを強くメッセージとして受け取ったんですよね。で、私たちはやっぱり全てが、一人一人がね、全ての存在とつながっていて、互いに影響を与え合っている。深い部分ではつながった一つの存在であること。で、私たちがこう手にしているもの、所有しているというふうに思い上がっている全てのものっていうのは、大きな存在から与えられたものであるってことをしっかりと思い出す必要がある。そういう全てによって私たちは生かされているっていうことをしっかりと深い部分で知ることっていうのが大切ですよね。で、ラジオの方でも少しお話ししたんですけれども、ちょっと今この瞬間とつながっていない感じがしたことによる不安感みたいなのを感じていたので、しっかりと練習をして、そしてビーチをね、ずっと歩いたり、波打ち際で水にね入っていったりとかして、まず自然とか、その自分よりも大きな存在とつながる時間を持ったんですよね。そしたら目に見えてっていうか、もう肌感覚でわかるぐらい、こう自分自身のエネルギーが軽くなって内側が浄化されていったんですよね。なので、皆さんがそれぞれの方法で今とつながる、そしてより心が安定する場所で安定することをしていく、そういうね時間を持ってもらえたらなっていうふうに思いました。今日も最後までお聞きくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。プラナフォレストチャンネルの東山でした。